はい、こんにちは。これからマキトとヤッホー SNS カフェに行って、ちょっとリラックスしてから今日はジムの一緒に筋トレしようってなったんで、それの動画を撮ろうと思ってます。はい、なので随時お楽しみください。じゃあまた。今トレーニング前にアイスコーヒー。マキトは紅茶。紅茶。でもマキト君は去年2021年の9月からパーソナルのお客さんで、そこからもう仲良くなったって感じですね。そんな感じです。そんな感じで、で今はカフェとかそういう感じで、今日は機会あったんでジムしようって。で体がかなり変わったんですごいんで、やっぱそれも伝えたいのと、こう今日の、ね、筋トレとかしながらいろいろ喋りたいですね。自分のブランドなんで、自分のブランドどういうのか、なんかサンプルイメージとか上がってるんですか？上がってる上がってる。3月末または4月中に上がってくるから。ホイップさん、ホイップさん、ホイップさん、なんとも言わないで。ホイップさん、かわいいね、かわいいね、ホイップ先生。かわいい。やっぱ、あの、幸せにしてくれる意味ですね。先生、先生、先生、あ、お母さん後ろですね。先生、先生、先生。先生、トレモヤの食事です。これからカフェ終わって SNS の、含みに行ってお水買って、彼はおにぎり食べます。食べ終わったらジムに行きます。では、はい、ヌードジム着きました。僕が今帰ってる。これから、今日は何で、背中と三頭筋、あ、腕の後ろを一緒に、そう、多分でかくなった、マネが。いや、めっちゃ体でかくなった。ちょっとびっくりしてた。もともと52キロスタートで今61キロです。50もう9キロぐらい増えてるんで、食事も1日4回、3回、3、4回は取ってる。4回取って、半年、でももう1年経つか。もう1年は経つ。1年間、1日4食、筋トレ、週3ぐらい。あ、でも、なんだろう、最初の半年はちょっとでも怠けてたから。あ、まあ、半年間がっつり。ここ半年ぐらいでがっつり、はいはいはい、ちゃんと筋肉量を増やしてって感じです。それでもう、9キロ増えてるんで、筋肉量も増えてるんで、これからが楽しみっていうので、一緒に筋トレします。で、また。いけるでしょ。いけるでしょ。このローイングで
やります。10回でいこうか。右つけて、そうそう、で押さえとくから俺で、左はまたグッてその状態で、骨盤をしっかり立たせる、そうそうそう、グーって引いて伸ばし切って、そうそうそう、重さどう、いける、悪くはないで、伸ばし切る、グッとグッとグッと10回ね、入れる、そう、何回だ8 9、伸ばし切る、10、いける、いく、待って、ラスト、お掃除してます。なるべく掃除した方がいいですね。使ったら掃除しましょう。なんだろうな、日本独特だろう、なんかタイとか住んでた時は誰も拭かない、うん、あ、誰も拭かない、ニューヨーク行った時も誰も拭かない、日本だけぐらいちゃんと拭いてるから、胸張っていこう、伸ばし、グッと拭いてる、軽い、大丈夫、ちょっと軽いラスト、深く、シュッ、はい、オッケー、まあまあ来る3セット、10回をやっていきました。また、まあ、すぐに筋トレ会やるんで、また皆さんお会いしましょう。僕も今ね、手震えてるから、震えてるから、もう言うて、いつもやってる重さよりちょっと上げてやったから結構きついわ。で、またやりましょう。1時間半ぐらいやって、うん、まあ、休憩も入れたから2時間ぐらいトレーニングしたんで、今日はゆっくり休んで、俺も4日連続で筋トレしてるから、明日はちょっと休もうかなと、明日ランニングしようかな、ランニングしようと思ってるんで、これは飯食おう、なんか筋肉飯食いたい、なんか食べに行くか、食べに行くか、じゃあ食べに行きます。いただきます。またね、またね、こっちも撮りながらね。で、マキト君とも今日は今ね、仲良し行ってきて、恵比寿の定食食べて、で、今から、まあ、ちょっとブラブラチャリ乗りながら帰ります。ではまた乗せていくんで、よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。です。ただ、あの、筋も使うし、使うのかもしれない。で、ここに入るから、できるだけ離れて、お尻にスッと出して、そこと肘を。